ダゾーン。ではホームチーム浦和レッズのメンバーです。前節から2人入れ替えております。ゴールキーパー西川、関根、佐藤陽太、井上力と大畑の4バックです。中盤の底は原口と安井のドイツブランチ、2列目に大久保、渡辺龍馬、松尾、最前線チアゴ・サンタナです。セレッソ大阪は直近のダービーと同じメンバーです。ゴールキーパーキム・ジンヒョン、進藤、田中俊太、西尾の3バックです。ワイドに坂田と田村、奥野と木田のドイツブランチ、シャドウにルーカス・フェルナンデスと北野、最前線レオ・セアラのワントップです。アシストキングです、ルーカス・フェルナンデス。ファーサイドフリーだ、ボレー、先制はセレッソ大阪、亀田のボレーです。完璧なボールです。狙い通りだと思います。完全にフリーズゾーンの、ね、外ですから、まあ、スリッピーですし、まあ、浮かせないでしっかりと叩きつけたことが良かったですよね、はい。龍馬、松尾です。逆サイド原口が呼んでます。松尾は中央、渡辺龍馬だ。シュートはそのままラインで割ったようです。ゴールキック、一人で、ね、完結したみたいな感じでしたね、はい。渡辺龍馬ユーダックのところから作り広げてゴール前入っていって、で最後は田中シュートですね。珍しいなと思うのはこの選手はシュートが枠に当たることが非常に多くてあとゴラッソのイメージがあります。あ、そうですね。もうこれはレオセアラにつけます。お、奪っかわしたレオセアラ、レオセアラ、まだある。お、倒れた。これはシュートどうですか。見てましたけどね、皆さんは今笛を口に持っていくかけたんですよね。そうそう、ちょっと同じで、ああいうシーンでもキーパーなんですよね、はい。正面のこの後です、ここですね。そうですね、佐藤の対応ですかね。3人前になりました。ボールを隠しますセレッソ、ルーカス・フェルナンデス、オンターゲット、ただゴールキーパーの正面でした。レオ・セアラ、どこで来ました。パワーシュートできました。あれの脇ですかね。脇ですね、はい。坂田からその上城、ふわっと入れてカピシャーバ、また坂田絡む、坂田が行く、坂田が行く、セカンドボールも奥野が打った、ふわっと出てきましたセレッソ。あ、でも前に進んでいるのでこぼれ球が、まあ、自チームの方に来ますね。そうですね、はい。渡辺龍馬だ。ナイスキーパーですけど、ナイスシュートでしたね。レッツは関根に変えて石原、そのまま右サイドバック同士の交代になるようです。これ交代回数確か3回目ですかね。折り返しが来た、取り組みだ、ブロックした、振動のブロック、決定機でした。バースデーゴールならず小泉、ポケット入ってきましたね関根も。で小泉も一番遠いところからニアに入ってきて、入り方良かったですけどね、はい。いやー、ナイスブロックだ。よく当てました進藤ですね。西川のロングフィード、試合終了。中
2日タイトなスケジュールを乗り越えましたセレッソ大阪、2連勝達成。そしてセレッソは3試合連続のクリーンシート。スコルジャ体制に戻した浦和レッズ、これで3連敗です。ダゾーン。